2024年春の北陸新幹線敦賀開業に向け整備が進められてきた敦賀駅西地区敦賀ポルトスクエアオッタ、9月1日のオープンを前に8月30日完成式典とセレモニーが行われました。敦賀駅西地区は2024年春の北陸新幹線敦賀開業に向け敦賀駅西地区土地活用事業として官民連携で整備を進めてきたものです。プラザ万象で行われた式典には約200人が出席し完成を祝いました。困難にもですね、負けないでですね、敦賀のオッタがですね、多くの日本の方々が訪れる場になり、また世界の方々も訪れる場になりですね、そこで皆さんが笑顔と温かい気持ちと潤いと優しさを感じてリラックスできる場になっていくことは間違いないというふうに感じております。駅前に行けば誰かに会ったというのを、誰かがおったよというのがおったという名前の中で、心の中で希薄となりました人と人とのつながりがまた強固になって、輪が広がる新しい祝いの、そしてまた交流になりますことを期待しております。式典終了後は駅西広場公園に場所を移し、テープカットとくす玉回避が行われました。敦賀ポルトスクエアオッタオープンいたします。どうぞ。ありがとうございました。地、食、宿泊、憩いの機能を盛り込んだ交流にぎわい拠点オッタ、敦賀の玄関口として、また市民の普段使いの場所として敦賀駅西エリア約8000平米に民間投資を含めた総事業費約30億円をかけて整備されました。複合棟と飲食棟が建つ A ゾーン、そしてホテルやカフェが建つ B ゾーンに分かれています。複合棟の地域啓発施設知恵並木は世界樹をモチーフにした立体的な本棚が訪れた人々を迎えてくれます。迷路のような書籍空間が広がり、絶版本や古書、洋書が混在した約3万冊の書籍がテーマ別に並んでいます。本の陳列は通常の書店等と異なり、違い棚などを設けることで利用者が探し発見する楽しみを持たせているほか、開けたくなる引き出しや扉などの仕掛けで遊び心や好奇心をくすぐっています。また絵本やさまざまな知育玩具、ボードゲームなどが揃っているコーナー、子ども向けの遊び場、勉強や仕事に活用できるワークスペース、会合やイベントが開催できる大きなテーブルエリア、そしてカフェなども整備されており、本屋だけ、図書館だけでは体験できない新しい地の拠点となっています。複合棟にはこのほか NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブが運営する子育て支援施設ココルンや物販テナントが併設されています。駅西広場公園を挟んだ向かいの飲食棟には地元の海産物や食材が楽しめる飲食店がオープンしました。道路を挟んだ B ゾーンには鉄骨9階建て客室131室を有し、シングルでも少し広めの客室と最新の設備を有するホテルグランビナリオ敦賀が宿泊客を迎えるほか、その隣には嶺南地域初進出となる大手コーヒーチェーン
スターバックスコーヒーが出店しています。敦賀に訪れる人を出迎える玄関口として、そして敦賀市民が集う憩いの場所として、敦賀駅西地区が新たな交流とにぎわいの拠点としてオープンしました。